はいさーい、はいさーい、今日はですね、はい、なんと第1回、はい、サバイバル王、サバイバル王、サバイバル王、いや言ってたよ言ってたわ俺も別にじゃあやっぱハイサイといえばサバイバルじゃないですか、はい、誰が2泊3日最後まで生き残れるか、はい、という趣旨で、え、そんなに切れる？え、大事なやつ？メガネ。まあみんな来る前に100均行って、はい、好きなアイテムをね4つ手に入れて欲しいわけ、はい、自分が必要だなと思うのサバイバルに、はい、で一応釣り竿は支給し、その中の1つは釣り竿で、はい、であと水はさすがに今回あります。餌もあります。そしてミッションがあります。それで最下位の人は脱落です。そして罰ゲームあります。ミッションは今言わないですか？言わない。で最後の一人はご褒美あります。おい、なんすか、なんすか？言わない。言わない。ご褒美もまだ言わない、うん、というわけでね、今回はこの5名で誰が最後まで生き残れるか、サバイバルロイヤルの勝ちです。えいえい、おー。はい、それではね、100均で買ってきた、まずアビシのものから、はい、ライター、着火剤、魚、小さいのさばくためにハサミ、インスタントコンロ、料理もできる。師匠これ、意味あります。やばい、これこれあ、いや、金額は大丈夫、セーフ。聞いてねえよ。これはもう安倍氏の勝ち。ダイソーですからね。人って感じしてる。伊達にメガネかけてないよ。はい、ドン。タワシ？スチールウールタワシですね。ああ、潔癖症なの。洗い物。で、あ、変わった。これめんつゆですね。ちょっとなんか味付けできるんで。これは確かに。で一応何でも使えそうなキッチンバサミ、あえてナイフではなく、あとこっちの方がやりやすいです。ハサミがいいよね。あと電池っすね。え、なんで？何ですか？これで火を起こせるんで。は？そう。やっていいっすか？は、いいんだけど、これとこれ多分安倍氏の着火マン1個で済んだやつ。見て、風に強いよ。風に強いのは知らんかった。まあ朝紐と、紐いいですね。と、まあチャッカマンと包丁、まあ木削ったりとか、まあ料理とかで使うかなと思って。あとネズミ取りっすね。え、これなんで？海にネズミ。獲物取る？あ、どうした？ちょっとやっぱ足りてないですね。あら、ネズミ料理とか食いたくない。皆さん斉藤孝雄先生のサバイバルっていう漫画読んだことあります？はい、わかります。まあ漫画わかります。あれ天敵はネズミなんです。ネズミなんですよ。これがあれば大丈夫です。あとワンチャンウサギとかも捕まったら食べれるっていう。見たことないな。僕はまず一つはまずこの棒っすか。誰と戦うんですか。棒っすね。小学校思い出せよ。棒あったら拾いたくなるぞ。ここら辺に持ちてそうだけどね。ナイフ。小さめのナイフいいね。お塩はほら包丁でしたさ。大きいね。万能包丁。場所取るのどうかなっていう。どこ空港飛行機乗るの？飛行機乗るの？かなり広い場所しかないけど。場所しかないスペースしかない。あとはまあ結束バンド。あ、これいいね。あ、いろいろ使い方。結束まあ使い勝手あるし。迷ったね。あとロープですね。ロープもね。はい。あ、これはね、もうなんか強いやつね。はい。僕はもう一応火とか持ってないですね。火を使うってどうなの？え、200メッカスタガが。200メッカで火がないと。火の良さを舐めてらっしゃる。どうかなっていうね。寒さを舐めてるな。それは本当に思う。うん。思う。ダランバンバン。しょうもないっす。火使うやつはしょうもない。マジでしょうもないっす。しょうもない。じゃあちょっとバンバンの見せてもらおうよ。俺は昔からサバイバルやってたってのと、今年は令和っていうのを考えて、今回のサバイバルは快適に過ごそうぜっていうことで俺はこれ買ってきました。パーティーやないか。バンバンコーヒー。多くない？あ、6個ない？6個ないか、お前。これ、2個で100円です。あ、そういうのもある。いや、じゃあ、個数だから。個数？それ、あ、だから、ルール金額じゃない、バンバン。個数、5個。5個。500円分じゃない、5個。サバイバルで大事なのって、みんな食料とかいちいち取りに行ってるこの体力が無駄なんすよ。おお、いいこと言うな。だから
じっと座って、うん、電話でも連絡でもあったっすよね、うん、水は支給されるって、うん、7対3でこのこれを割って7対3で何ですね、ちょっと砂糖入ってるからしかも警備員の低糖度だよね、低糖度で、これを食べて2泊3日過ごせばいいんすよ。なるほど、ね、あえて動かない、動かないっすよ、ミッションあるまで動かないと、動かない食べ物を探しに行くのはもう古いと、古い古いタイムラプスになるけどいいか確かにバンバン専用のタイムラプス10秒に1回だ、10秒に1回ただここでね言ってなかったルールも一応あるわけ、はい、アイテム12時間おきに1個没収していきます。あ、残っ、手元に残ってるやつから1つ強制没収ってことか、そうそうそう、なるほど、というわけで、はい、じゃあ道具はこれで OK ね、はい、はい、はい、じゃあそれじゃあ最初のミッション、はい、もういきなりミッションです、なんならいきなり脱落しちゃいますあ、はい、脱落っすか、うん、脱落、マジっすか、脱落したくね、小野さんこれあげるんでいいぞ、引き玉は残れというわけでね、はい、最初のミッションは、はい、寝床を作れ、ちなみにこれはこの拠点住みたくねってのを決めて、はい、それで最下位の人は脱落です。あ、すぐ？あら、うん、もう。というわけでじゃあ、はい、早速サバイバルロワイヤル、はい、スタート。はい。よいしょ。さあ作れ。邪魔してる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 。じゃない。山賊。山賊がいる。山賊。山賊。3番のカメラでーす。じゃあもう早速移動していいですか。ってことで宿を作っていきたいと思います。見て、もうこれだけあったら絶対もういい家だから、こんな食い物あったら絶対困らんし、ほら見て、もう机も準備されて、この海最高すぎだろ、神様かこれ、はいはいはい、見つけました、ほっ見て、ラッキー、食い物もある、どこにしよっかな、ちなみになんですけど最強のアイテム拾いました、見て、どん、カエルの顔した浮き輪に、見てください、腹減ったらよと言わんばかりのように見て、ゴーグル、これやったら最強でしょ、以上バンバンハウスでした。うまいっす。はい、三三六です。ちょっとね、拠点っすね。なんか？おお、ゲットだろこれ。はい、いますね。あのここ入り口ですね。ふかふかな枯葉たちがね、僕を待っております。で、中はね、あのこう枯葉をこう周りにやってるので、あの風がね、あんまり入らないようになってますね。で、風がないだけでかなり暖かいので、はい、めっちゃおすすめ、おすすめ、おすすめ物件ではないですけどね、 いい感じだと思います。こんな感じですね、こういう感じで、はい、うわめっちゃいいですね安倍氏 GoPro です、どうもどうも、うん、まさか枕が落ちてるってやばいでしょ、見えるかな、ちょっと湿ってるけど匂いも、ん、大丈夫、まあまあまあ、拾ってきた枕である程度ちょっと形を整えてるんですけど、風がこうだからここをね重点的に草で覆ってます。はーい、これお塩の GoPro です。今拠点作りの材料を探してます。なんか良さげな紐見つけたんで、下げな紐を持っていきます。
はい、なんかすごい大きいやつ見つけた。これなんか使えそう。拠点から近いし、ちょっと持っていきます。おっしゃ、いいぞこれ、これいいぞ。師匠なんか縄張りかぶってるな。なんかソテツ系欲しいね。はい、これこれちょっと神アイテム発見したんじゃないかな。これこれテントのね骨組みみたいな感じで使えそうじゃない。いいよこれ、いいよ。ただいまー、ただいま俺の拠点。よっしゃ、オッケー、なんかできそうだな。よし、はい、ハローキです。どうしようかな、ちょっと風あって寒いんすよ。なのでちょっと風よけもしつつ過ごしやすい寝床にしようかなと思ってます。ここら辺でやろうかな。でなるべく人が来ないような、ここいいんじゃないですか。ここいいかもしれない。あ、これとかも使えるじゃん、こういうの最高。どんどん作っていきましょう、こういうの。あ、いいの見つけましたね。336が使ってた穴を押してましたね。100円ゲットっすね。やったー、これは使えそうだ。これ使おうかな俺は。じゃあこんな感じでちょっと長い棒をね、棒とかこの枝とか集めていこうと思います。こんな感じでこういう紐をね何か所か作っていきます。はい、この紐ですね、よくよく考えたら結構やってるんですよ。ここ見えますかね、こうとかもう全部全方向にほぼやってて、これをねやってこのどっかに先とかに空き缶とかをつけたら侵入してきたら分かるみたいなっていう機能を使って、ちょっとねなんかもう守る基地みたいになってるんですけど、そんな感じにしていこうかなって感じですね。